準々決勝第4試合出場選手の入場です。ワンピーの選手はピンクエリアアミューズメントギガ佐向、おっとふてぶてしい登場だ。それも揺らしている揺らしている、素晴らしい。続いて 2P の選手です。チュームエリアゲームサファリー北部県高橋、堂々とした登場してくれています。では発表の声です。すごい歓声です。おめでとうございます。さあ今で勝ち残ってきて、そうですね、印象に残った戦いありますか？そうですね、別にないです。別にない。これから行われる戦いも彼の印象には残らないのかもしれません。とにかく頑張ってください。さあ行こう。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。絶対印象に残る試合にしてます。絶対印象に残る試合にしてください。それでは席の方へどうぞ。拍手交わした。残り最後の一走をかけて準々決勝第4試合始めたいと思います。西いつもやり合ってる仲同士、バレッタ最強、サコバレッタ、スーピーはバロン最強、アカーシガロン。どうしてそんなにお口目を始まった。無理距離を取る。前の試合とは全く違う。さあ準決勝進出決めたのはサコバレッタ佐向選手でした。大きな勝利でします。